皆さん、こんにちは。今日は、トヨタの新型クラウンに搭載されています、こちらのインナーミラー、それからドライブレコーダー、こちらの紹介を今日はしようと思います。まあ、こちらを紹介する目的なんですけれども、MDR-PRO1 というドライブレコーダーが出ているんですが、こちらも純正採用されているドライブレコーダーになっているんですけれども、まあ、それとの、まあ、比較の観点で、まずはこちらのトヨタのクラウン。これがまあ一番今、ベンチマークだと思いますので、どういった機能を備えていて、車外のドライブレコーダーとの、まあ、機能の違いを検証していこうと思います。で、まずはこちらのインナーミラーの方の機能を見ていこうと思うんですけれども、まずは、まあ、こちらです。まあ、こうすると、普通のミラーとして、かつ防言ミラーとして見ることができて、こちらにすると、インナーミラーとして使うことができるということになります。まあ、パッと見、確認してみると、まあ、ボクシーにもついているんですけど、それはインナーミラーのみなんですが、インナーミラー自体は、ほぼ同じものと思ってよろしいかなと思います。で、ここに物理ボタンがついてるんで、この物理ボタンで、まあ、このように操作するんですけれども、まあ、こちら明るさ調整、それから前後調整、で左右の調整、傾き調整、それから明るさ調整、で、これはオートで輝度調整ができるようになっていて、で、さらにこれは防言のオンオフで夜間後ろからヘッドライトで照らされた時に、まあ、眩しくないように防言のオンオフ設定っていうのができるようになっているということになります。でミラーに関してはもうこれだけの機能になっていると、まあ、いうことになります。ここからが少し違うところで、このクラウンはナビ上でドライブレコーダーの機能が備わっておりますので、まあ、そちらを見ていこうと思うんですけれども、それがこちらになります。こちら車両のところの上から3番目、ドライブレコーダーを押していただくと、このような形でドライブレコーダーの画面が出てきます。で、このように左は手動で録画ができる、まあ、ボタンがついています。残り映像保存数が今18となっております。まあ、これも限りがあるということになっているようです。で、こちら下に行きますと、録画映像という画面が出てきまして、で、このように常時録画、手動録画、イベント録画、駐車中の録画ということで、まあ、4つの項目が出てきます。でこのように押していただくと、まあ、前方と後方と、まあ、サムネイル画面がこのような形で出てくるようになります。で、こちらを押していただくと、これは再生しているときに使う画面なんですけれども、まあ、いった画質調整というのもついているということになります。まず前方のこちらの解像度をご紹介すると 1920×1080p になっています。まあ、2K 相当ということで、まあ、通常のドライブレコーダーと基本的には変わらないスペックになっています。ただフレームレートが結構落ちています。 10fps ということなのでかなり荒いフレームレートにはなっているということになります。で画質もこのシステム上の影響のようなんですけれども、まあ、このディスプレイオーディオとの連携を図らなきゃいけないという事情もあるとは思うんですが、実際は 1920×958p になっているみたいなので、まあ、2K よりも少しこうサイズとしては落ちているということになるようです。でこちらの9時40分の画面を開いてみると、まあ、こんな形で再生ができるようになります。でここを押していただくとこの画面で開いて、まあ、先ほど申し上げた通りの画質になっているということになります。でナンバープレートもまあギリギリ見えるかなっていうレベルにはなっているかなと思いますが、やっぱりフレームレートがやはり少しこう荒いかなという気はします。でこのようにロックかけることもできるし、まあ、削除することももちろんできるんですけれども、さらにこちらこれはスマートフォンか USB で保存するようになっているようなので、まあ、一度このディスプレイオーディオ上のこのハードの中に保存されると、まあ、いうことになっているので、メモリーとしては少しこう限りがあるということがありますので、そこが少し物足りないところがあるかなという気がします。でこちら常時録画自体は録画時間は約100分ということになっているので、まあ、それ以上になっちゃうと、まあ、上書きされてしまうということになるようです。ここを押していただければ次のファイルに移るように
になります。後方の画質は 1920×1080p で、こちらもフル HD なんですけれども、実際は 1920×712p となっております。でフレームレート自体は社外でも売っているドラレコと同じで 30fps と、まあ、いうことになっておりますので、フレームレートとしてはまあ申し分ないレベルなのかなと思います。でこちらも試しに収録動画見てみようと思うんですけども、まあ、こういった形で表示されて、で、こうしますと、拡大されると。で、ナンバープレートもしっかり映ってますし、で、これおそらく光が、この逆光になってると思うんですけれども、まあ、それでもしっかりと見えているので、HDR 機能的なものが、もしかしたらついているのかもしれないです。まあ、こんな形で、常時録画が見れると、まあ、いうことになります。で、常時録画の、収録動画、近場のトンネルなんですけれども、ちょっと暗いところでも撮ってきたので、そちらの方も見ていきたいと思います。まあ、暗視性能の、まあ、参考になればなと思います。でまずはフロントカメラからなんですけれども、こちらになります。で暗視性能も思った以上に良くて、まあ、イメージセンサーとか何を使ってるかっていうのはちょっとよくわからないんですけれども、まあ、思った以上に暗視性能が高くて、まあ、フロントカメラの収録動画を見る限りで言うと、まあ、非常に明るいです。明るくて、まあまあ高画質 で高精細になっています。で、暗いところから明るいところに、まあ、出るところにおいても、しっかりとこの HDR 機能というのが働いていて、こう明るすぎて白飛びになるような、そういったこともなくて、ドライブレコーダーとしての性能としては非常に高いなと思いました。はい、ちょうどトンネル入るところになるんですけれども、まあ、入り口付近、まあ、非常に明るくて、こう白飛びとかも特にないですし、しっかりと露出も調整してくれます。ただしトンネルの、まあ、中間付近に来ると非常に真っ暗になってしまって、まあ、周りのこう認識もできないですし、ちょっと黒つぶれが非常に気になるところかなという気がします。でさらにまたトンネルの今度出口付近に来るとまたこう明るさを取り戻すんですけれども、まあ、少し暗い状況にあるとちょっと黒つぶれが気になってくるのかなという気がしました。で今度手動録画。手動録画というのは、まあ、先ほどご紹介した通りなんですけれども、まあ、保存数としては今18ファイルということで、押していただければ1分間撮りたいシーンがまあ撮れるようになると、まあ、いうことです。でこう押していただくと、まあ、こんな感じで、まあ、こちらは今回まあ30秒ということになっているみたいなんですけれども、まあ、このような形で撮れるようになっていると。で今度は後ろ後方なんですけれども、まあ、後方も30秒と、まあ、いうことで撮れるようになっています。でこれはカメラ自体はセーフティーセンスのカメラをそのまま使っているようです。でこちらは下を押していただくと、まあ、録画地点というのも確認できると、まあ、いうことになっているようです。でこれが先ほど申し上げた通りで手動録画のタップ画面、ここを押してあげれば手動録画ができるようになります。で、前後一緒に録画されるので、さっき18だったんですけれども、まあ16になると、まあ、いうことになります。次にイベント録画なんですが、こちらになるんですけれども、これをお見せすると、でこのイベント録画なんですけど、まあ衝撃を受けた時です。で、これすごくわかりやすくて、ここが衝撃を受けた時のイベント収録のハイライトのところなんですけれども、まあ前後で、まあ、10秒間ぐらいです、約。取れて合計で、まあ、20秒間これ20秒です。でまた後ろの方でも10秒間取れるので、まあ、30秒ということになると思うんですけれども、まあ、こういった収録ができるということになります。まあ、先ほどは段差を乗り上げた時にここでセンサーが検知してイベント録画が収録されたということになります。でこれもメモリーに限りがあるみたいで、まあ、10件超えてしまうと、やはり収録ができなくなってしまうということで、古いものから上書きされてしまうようです。録画地点もしっかりと表示ができるようになっているということになります。はい、で、最後に駐車中の録画ということなんですけれども、まあ、こちらになるんですが、
今まだ収録できてないんで実際に収録していきたいと思うんですけれども、このシャローカスタマイズというところでこうドライブレコーダーというのがあります。でここのところでドライブレコーダーのこの設定というのができます。まあ音声録音とかももちろんできますし、でこちらイベント検知感度っていうのもできます。まあこれは通常のドライブレコーダーでもついている機能で、ゲストモードでの録画、これちょっとわからないんですけども、で駐車監視時録画の衝撃感度ということで、まあ、この辺もしっかりと設定ができるようになってます。でちょっと高感度でこちらはやってみたいと思います。で駐車中の録画通知というのでこういったのもちゃんとついています。こちらをちょっと試してみたいと思います。で一度出ます、降車してでロックします。で1分間は衝撃を検出したとしても収録されないようになっています。まあ、それはこのドアの衝撃によって誤認識してしまうことをまあ防止するという機能がついています。はい、おそらくこれで衝撃が加わって検知していると思いますんで、はい、これでまた乗車しようという想定で扉を開けます。パワーボタン押します。はい、これでドライブレコーダーが駐車中の衝撃を検知しました、映像を確認してくださいということで出てきます。でこちらになります。はい、そうしますとこのような形で、まあ、何回か衝撃を車内から加えたんですけれども、まあ、このような形で収録がされると、前方後方ともに収録がされると、まあ、いうことになります。でこれ自体は衝撃が加わってからになってしまうんで、まあ、見ていただくと分かると思うんですけれども、このように衝撃が加わった後30秒ということになっているんで、まあ、先ほどのイベント検知とは少しこう違った収録の仕方になっていると、まあ、いうことになります。続いて後方ですけれども、後方に関しても衝撃検知をした後に30秒間収録がされるというのがこちらの駐車監視システムになっています。でこれ自体は12時間まで収録がなされると、まあ、いうことになっていて、それ以降になりますと、まあ、切れてしまうということと、あとは 12V を下回ってしまうと駐車監視ができないと、まあ、いうことで、まあ、その辺の設定が、まあ、できないと、まあ、いうことになっています。はい、ってことで今回はこちらの新型クラウンに搭載されておりますこちらのインナーミラー、それからこちらのドライブレコーダー、こちらの機能についてのご紹介をいたしました。で、今回こちらを使ってみて、やはり思ったのは、まあ、インナーミラーに関しては、まあ、タッチ式ではないんですけれども、まあ、でも純正クオリティならではのこの見た目の外観であるとか、あとは、こちらのインナーミラーとしての、この画面の動き、リアの動画のフレームレートは 30fps なんですけれども、この画面はおそらく 60fps ぐらいあるんじゃないかなと思うんですが、非常にスムーズな動きをしてくれるので、純正ならではのクオリティの高さというものはしっかりと持っているかなと思いました。でかつ、暗いところを走っても、まあ、それなりにこう明るく表示してくれるということもありますので、車外のドライブレコーダーと比べると、もちろん機能としてモーテルするところっていうのはあるんですけれども、純正のクオリティという意味においては非常に高音質になっていて、まあ、誰でもこう満足できるような、そういったシステムになっているのではないかと思いました。ということで今後も皆様に有益な情報を提供していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは失礼をいたします。